本日はサラダ的一な満腹冷やし夏料理、冷やしおでんをご紹介します。こちらは作り置きもできるので、忙しい日を乗り越えたい時の献立にもおすすめです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは今日の献立に悩まなくていい簡単に作れる献立レシピが見つかるチャンネルになっています。アイデアレシピで脱マンネリ、そして料理のレパートリーも広がるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずは事前準備で冷凍エビを解凍します。この割合で 150g までの冷凍エビ、あとシーフードミックスを解凍することができるので、塩水の割合を覚えておくといろいろと使えちゃいます。ゆで卵も用意します。ためのゆで卵を作るので水からゆでちゃって OK です。12分ほどゆでてください。その間に食材を切っていきます。大根はいつものおでんの大根よりも薄く2センチの厚みで輪切りにします。普通のおでんみたいにコトコト煮込むわけではないので、味がよく馴染むようにします。そしたら厚めに皮を剥いて、大根の表面にですね、切り込みを入れます。味がよく馴染むようにしてください。大根はね、一番分厚くて味も染みにくいので、なるべく他の具材と煮込み時間に差ができないように事前にレンチンしておきます。次はズッキーニ。ズッキーニも2センチ幅の輪切りにします。今回はですね、冷蔵庫に余っていたので2分の1本使います。まあ、1本くらいまでなら同じ分量で作れるので、1本丸々入れてしまっても OK です。次はオクラです。オクラはですね、一本一本包丁の背で産毛を取ります。産毛を取ったらヘタを取って、包丁でガクを一周取ってください。次は厚揚げです。あったかいおでんも冷えたおでんでも、まあ、厚揚げってもう最高に美味しいんですよ。絹タイプよりも木綿タイプの方がおすすめです。側面と、そしてね、切った断面にデコボコがあるので出汁がしっかりと染み込みます。その他の具材は洗うものは洗って、水をね、しっかりと切っておいてください。そしたらここから調理に入ります。まずは火の通りにくい大根を鍋の一番下に入れます。レンチンの際に出た水分も一緒に入れちゃって大丈夫です。そしてちくわ以外の食材をすべて入れます。まあ、並べる順番とか入れる順番は適当で大丈夫です。で、ここにですね、だしのみを加えます。白だしのね、塩分濃度って結構メーカーさんによって違うんですけど、後でね、調整できるので、ここは同じ分量で大丈夫です。水も一緒に入れないのってちょっとね、思うと思うんですけど、割らないでもうこの濃いだしで煮込んでいきます。煮込んでる間にゆで卵が出来上がっていると思うので、急冷して殻を剥きます。このね、殻の剥き方なんですけど、韓国ドラマでよく出てくる剥き方で、これ真似してやったらですね、もう今までの剥き方は何だったんだっていうぐらい、本当に剥きやすいです。こう一度作業台にポンと打ち付けて、コロ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 っと手のひらで転がすだけなんですけど、空気が一気に殻と卵の中に入ってくれるので、ほんとあっという間にね、つるんと剥けちゃいます。そしてそのままですね、鍋の中に卵とちくわを入れて、蓋をして2分ほど煮込みます。そしたら冷やしおでんの付け合わせを作っていこうと思います。冷凍しておいたエビは水気をよく切って、キッチンバサミでカットします。ここにですね、ひき肉、そして調味料を入れて全体がまとまるまでよく混ぜてください。このマヨネーズはつなぎ、そしてね、ジューシーに仕上げる効果があります。肉ダネを成形するんですけど、手に水をつけて成形します。鶏ひき肉の場合、あと豚ひき肉でもつなぎが緩くてこうベチャっとなる場合に、このやり方をすごくおすすめです。成形できたものから油を引いたフライパンに乗っけていってください。この時はですね、まだ火は入れてません。綺麗に並べたら火をつけます。片面色がついたら裏返します。お酒を入れて2分ほど蓋をして蒸し焼きにしてください。そしたらここに調味料を入れて、照りが出るまで焼き色をつけます。あとは盛り付けです。
ではいただきます。まずは冷やしおでんから。この冷やしおでん、私なんだかんだで毎年必ず1回はどこかで作るんですけど、まあ美味しいよねこれが。あ、ちょっと待って、絶対柚子胡椒があると美味しいと思って今つけました。やっぱり柚子胡椒なりからしがあるとさらに美味しい。野菜が入ってるっていうのがまずめちゃくちゃいいのと、お酒にもめちゃめちゃ合います。これ、このキンキンに冷えた美焼酎とか絶対美味しい。こういう、もう最近野菜をもうまるっと、な、蒸し焼きとかもうなんかそれだけで最近いい気がする。そしたら次はエビつくねです。美味しいとしか言いようがございません。この肉だね、私すごく好きで、つくねもエビも入ってるっていう時点でもう贅沢な食べ物なんですね。なので美味しくないわけがないです。で、おでんの方が冷やしてしまうので、この中にお肉とか入れちゃうと油が浮いてきてあんまりおすすめじゃないんですよね。なのでもし入れるとしたらエビだったりタコだったり油の少ない魚介類とかがすごくおすすめです。はい、ということで今日のポイントです。冷やしおでんは出汁は少し濃いめに作ってください。熱々のおでんみたいにじっくりコトコト全ての食材を煮込むっていうわけではなくって、蒸されてるような感じなので、少し濃いめの味付けにしておくと、でちょうどいい味になるかなと思います。あと濃いめにつけておくと、後で氷でどんだけ薄くしても大丈夫なので、少しね濃いめにつけておくことをおすすめします。その他に質問があったらぜひコメント欄によろしくお願いします。インスタグラムでは写真付きの投稿レシピやってるので、そちらもフォローよろしくお願いします。じゃあ、おりっ。